入れてきます。もうね、あっという間ですね。うまーい。はい、こんにちは、インドカリコです。今日はですね、鶏胸肉を使ってチキンカレーを作ろうかなと思います。今回作るチキンカレーはホワイトチキンカレー、白いチキンカレーを作っていこうと思います。インドだとこの白いチキンカレーのことを総称してチキンコルマって言うんですけども、今日は比較的作りやすいヨーグルトとクリームを使ったチキンコルマを作っていこうかなと思います。早速材料紹介です。まずですね、鶏肉使っていきます。鶏肉はだいたい1枚 300g ぐらいのものですね。で、鶏もも肉の方が柔らかく仕上がるんですけど、ちょっとクリームとか使って濃厚な仕上がりになるので、肉の方は今日はあっさりいこうかなと思って鶏胸肉にしました。ただちょっとパサついた感じが好きじゃない人とかは鶏もも肉の方がおすすめです。あとですね、お野菜使うのは玉ねぎ、にんにく、生姜でございます。見てください、この生姜覆っておりますね。このさ、古いんだけど、これメルカリかな、メルカリで買った冷蔵庫なんですけど、まあちょっと古くて凍るんですよ、よく。生姜とニンニクはあれでも OK です。あれ、そう、チューブも OK です。今日はトマト使いません。そう、白いチキンカレーに仕上げるために今日は色のつくものを使いません。で、早速ね、作っていきましょう。まずニンニク、生姜はね、すりおろすので、まあ、皮だけ剥いておきましょうね。あと生姜ですね。生姜をね、一かけぐらい使うんですけど、ちょっと凍ってるんでね、うわ、ガビガビだよこれ、ガビガビ富士山してますけど、はい、こんな感じで生姜の一かけはなんかニンニクと同じぐらいで OK。 チューブだったら小さじ1杯ぐらいで OK です。玉ねぎは今回はね、そんなに使えません。これちっちゃい玉ねぎだから、だいたい半分にすると 80g ぐらいだと思うんですけど、まあ、大きい玉ねぎだと4分の1個ぐらいになっちゃうと思うんだけど、80g ぐらい使ってきます。まあ、測ってるわけじゃないんだけど、大体そんぐらいで、今日は薄切りにしていきます。横に切ってから薄くスライスしていきます。まあ、玉ねぎはね、ほんと薄い方が早く炒まります。はい、これで野菜の準備は終わり。次、鶏肉です。鶏肉は皮付きのままで全然いいんですけど、なんとなく今日はあっさり仕上げたいので皮は取ります。というのは嘘で、ちょっとね、皮でね、煮物作るとうめんだ。皮は別に再利用したくて今皮取りましたけども、だいたい一口大ぐらいに切っていきます。あんまりちっちゃくなくていい、3センチ角ぐらいみたいな、のり、唐揚げ用ぐらいののりで切ってください。私結構いろんな動画見てる方、まず分かるかもしれないですけど、結構めんどくさがり屋なので、切れてる鶏肉買うこと多いんですけど、鶏むね肉はね、あんまり切れてるやつがうちの近くのスーパー売ってないので残念だなと思いながら切っております。だいたいこんぐらい。はい、これで下準備は終わり。ほい、では早速作っていきます。まずですね、フライパンにバーラーを引いていきます。で、今日はですね、なんと、やっぱり色がつくスパイスが使えないから、粉のスパイスあんまり使いません。香りが高いホールスパイスを使っていきます。まず、使うスパイスは、四角ですね。カルダモン、クローブ、シナモン。全部で、ね、3粒ずつ使っていきます。1、2、3。シナモンの3ってなんやねんっていうのは、だいたい3センチぐらい。もうね、気持ちです。気持ち入れていきます。で、四角の他に加えるスパイスとして私が好きなのはクミンシードですね。クミンシード小さじ4分の1杯ぐらい、あとね、ブラックペッパーのね、粒のやつ、だいたい10粒ぐらい入れてあげます。まあ、ブラックペッパーとね、クミンは省略して OK です。四角はあってほしいかな。シナモン、カルダモン、クローブはあってほしいですけど、まあ、これをね、軽くバターで熱していきます。このカレーはどっちかっていうとカレーっていうよりもインドのシチューだと思ってほしい。インドでコルマってめちゃめちゃよく食べられるんだけど、いわゆるそのターメリックとかクミン のパウダーとか使ってないからカレーしてないんですよね。ホワイトシチュースパイスシチューみたいな仕上がりになります。なので今回使うのもそういった香り高い系の、まあ、なんならシチューにでもよく使うようなスパイスを使ってまとめていきます。で、軽くスパイス1分ぐらいこう熱してあげてください。で、ここでバターをあんまり焦がしたくないので、もうほんと1分ぐらいで OK です。弱
弱火で熱してあげたら玉ねぎ入れていきます。ここの上からニンニクと生姜もね入れちゃいます。チューブの人は小さじ1杯ぐらい出せば OK です。すりおろしの人は、うん、すりおろしたものも一かけずつぐらい入れてください。まあ生姜とニンニクはね結構適当で OK。 ペンペンペン、はい、ペンペンペンしてあげたら軽く炒めていきます。今回は、それこそ白いカレーに仕上げたいので、あんまり一生懸命玉ねぎを炒めちゃうとちょっとね茶色いカレーに仕上がってしまいます。なので玉ねぎはほんの少し色づく手前ぐらいでやめます。だいたい 3,4 分ですかね。ちょっと炒めていきましょう。ほい、3分ほど炒めました。はい、茶色くなってないぐらいですね。透明な感じになったなと思ったら、そしたらここにですねお塩と、はい、お塩入れていきます。粉のスパイス1種類だけ入れていきます。コリアンダー、コリアンダーを入れていきます。コリアンダーはね爽やかな香りが特徴的で、ちょっとね優しいとろみづけにもなるので、これもね小さじ1杯入れちゃいます。これで軽くかき混ぜたら、そしたらですねここにお水を入れます。さらにここに鶏むね肉ちゃんも入れていきます。もうねあっという間ですね。コルマは本当に炒めなくてもいいし、そのもう本当に早い。ここからね肉に軽く火を通していきます。でこの時できるだけね水は少ないなぐらいにしてください。ここで沸騰させてあげたら、はい、蓋をしてあげて、ごく弱火でねちょっとポコ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 ってするぐらいかなってぐらいで10分ほど蒸し煮にしていきます。ほい、では10分経ちました。見てみましょう。オープン。ちゃっかり、バター、うわめちゃめちゃいい香りがします。もうねバターとコリアンダーの爽やかな香りはもう本当にねこのカレーだけなんですよね。最後に仕上げに入れるのはですね、お餅であればでいいんですけど、かすりめって入れていきます。これ入れると一気に本格感が出ます。だからコルマとかバターチキンとかクリーム系のカレーに結構入れることが多いですね。まあ白いというか透明ですけど、ここからさらに白く仕上げていきます。今日はね、なんでそもそもコルマを作ろうかなと思ったかっていうと、生クリームが残ってたんよね。この残った生クリームを使おうかなと思って、今回この鶏むね肉1枚分だと 50cc しか使わないんですね。なのでもし、コルマを初めて作ろうっていう人は 100cc のパックを買って2倍作るか、1回作って半分冷凍保存しておくといいかもしれないですね。あとは200のやつ買ってバターチキン作ってコルマ作るとかでもいいと思います。じゃあ生クリーム入れていきます。50ですね。でちょっと温度が下がっている状態のまま、ここにさらに白いヨーグルトを加えていきます。これねヨーグルトとね生クリームどっちかだけでも作れなくはないんだけど、生クリームとヨーグルトのこの2対1が結構黄金比率で、これで加えると酸味とその甘みと濃厚さのバランスがすごいいいんですよね。もうそしたらねほぼほぼ完成です。最後に軽くね一煮立ちさせてあげて味を整えたら終わりです。この時ねあんまりボコボコ沸騰させちゃうと生クリームとかヨーグルトが分離することがあるので、ほんと軽く一煮立ちするぐらいです。で鶏むね肉は多分これ以上やるともっともっと硬くなっちゃうので10分ぐらいがいいです。ほい、じゃあちょっと最後ね味を見て、うん、おいー、めっちゃ美味しい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 、めっちゃ、これを盛り付けましょう。あー、これなんかほうれん草とか人参とか絶対入れても美味しいと思う。なんとなくなんかこのカレーの時って私パンが食べたくなっちゃうのでいつもパンにします。もちろんねご飯でもねめちゃめちゃ美味しいですけど、これこんな感じでチキンコルマの完成でございます。食べましょう。おい、ではではいただきます。もう最近ねこのカレーリーフが侵食をしてくる。食べましょう。まあ私はシチューライスはまあ賛成派ではないので、ちょっと反対って言うと大炎上しそうだから、賛成派ではないのでちょっと今日は、ね、パンでいただこうかなと思います。ちょまずはカレーだけいこう。うまいわ。最後にちょっと赤みを足すためにピンクペッパーを振ったんだけど、それがまたね甘くて爽やかで超美味しい。パンにつけて、うまーい。爽やかなスパイスの集合体およびコリアンダーがねいい仕事してる。
この乳製品ののったりまったりしてるところに香る爽やかさ、最高。まあちょっとね、カレーの中では結構上級者のカレーになります。だからいろいろカレー作ってきて、なんかそろそろ全然違うの作りたいなとか、スパイスで新しい味を知りたいなって言った人にめちゃめちゃおすすめなんですけど、まあスパイスカレー作り始めたら一回はクルマ作った方がいいと思います。いろんなクルマあるけど、これは割と作りやすい方のレシピだと思うので、ぜひ作ってみてください。ということで今日も行きますか。インドカリー子のスパイスのネームタイム。タイムタイムタイム、あれスパイスがないぞ、スパイスがないぞ。ありがとうございます。はい、ということで今日も行きましょう。皆さんの直近4日間の運勢を占います。ルーレットスタート。これ今日は回りませんね。ででーん、ででーん、ベイリーフでございます。ベイリーフはですね、前も出てきましたね、腰痛に効く、まあ、スパイスなんですけども、あとはよく使われるスパイスとしては肉の臭み消しに使います。でこれがローリエとよく間違えられるんですけど、ベイリーフはローリエではなくてカシアっていう種類のシナモンの葉っぱです。まあ肉の臭み消しに使うスパイスということは、冬でもちゃんと毎日お風呂入りましょう。あのね、皆さんね、冬だから今日お風呂行ったな、ちょっとめんどくさいからいいかなって入らない人ね、たまに見かけますけど、冬でもちゃんとお風呂入って体の臭み消しをしましょう。ということで4日間の運勢は清潔にいきましょう。それで今日はここまで。一体何の占いなんだ、何の占いなんだってそろそろ言われそうですけども、次はですね、まあそろそろバレンタインだなとか思うんですけど、まあちょっとあんまりバレンタインレシピもね思いつかないので、最近ハマっているスパイス料理を作ろうかなと思っております。ということで次回も見てください。高評価とチャンネル登録もお願いします。通知のベルマークもお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。うわー、すでにいい香りがするよ。もうね、砂肝ってね、本当に好きなの私。揚げ揚げに揚げちゃって、絡めながら。